始まりました。知ってるくさいいます。はい、というわけでね、今回の動画はですね、ツイッターでめちゃめちゃね、ブロックする人がね、いるらしいんですよ。なんか240万人くらいをね、なんかもう自動でね、ブロックしてるみたいなね、そういう噂を聞いて、今回はですね、その人のね、謎に迫っていきたいと思います。そもそもツイッターのアカウントってさ、なかなかさ、ブロックしなくない？なんかツイート見られて嫌な人をなんかブロックしたりすると思うんですけれども、240万人にもね、見られたくなかったら普通はね、まずツイッターやらないでいいでしょうみたいな感じなんですよ。で、ツイッターでね、ブロックしまくっている男がこちらのアカウントです。オフガオさんっていうね、人なんですよ。で、まあとりあえずね、このアカウントを調べて、俺もね、ブロックされているかっていうのをね、見ていきたいと思います。されてんのかな。はい、これがですね、僕のツイッターアカウントです。もしよかったらフォローしてみてください。じゃあまずそのね、オフガオさんっていう人を調べたいと思います。検索ボタンここですね。で、アットマーク、え？トップに出てんじゃん。この人、この人、アットマークオフガオ、この人ですね。押しましょう。あ、やっぱり有名じゃん。世界中のアカウントをブロックしているアカウント、この人にブロックされていないと不幸になるらしいみたいな、なんかツイッターにいる人みたいな。やばいじゃん、この人。相当有名な人じゃん。こいつにブロックされてる人リツイート。え、じゃあ、とりあえず、この、オフ顔っていう、アットマークのとこ押しますね、ここ。こっち。あ！ブロックされてる、アットマークオフ顔さんにブロックされているため、アットマークオフ顔さんのツイートを表示できません。ブロックかけられてるじゃん、やっぱり。この人ですね、この人。この、海流の人ですね。ノット海流。やっぱり俺さ、ブロックされてたわ。けどね、その人ね、ブロックしすぎて、Google のね、トレンドに入ったぐらいね、すごい人なんですよ。多分ですね、もう 90% ぐらいのね、確率で大体ブロックされてると思うので、一回ね、マジで、この、アットマーク、オフ顔っていうのを調べてね、見てみてください。アカウント作りたてとかだとね、多分まだブロックされてないと思うんですけれども、半年とかね、アカウント作ってから立てたりしたらね、多分ですけど、ブロックされているので、本当に一回見てみてください。ブロックされていなかったら、あなたは不幸になる。嘘ですけど。はい、ということで今回の動画はですね、ツイッターで240万人をね、ブロックしているね、謎の男に迫ってみました。ぜひね、興味のある方はね、オフガオさん調べてブロックされているかチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ブブブブーン。